人形町跡に村野さん歩いて10分、今度は日本橋へ。東海道など五街道の起点、日本橋は江戸の頃から老舗ひしめく町。この三越本店は日本最初のデパートとして創業以来すでに101年を誇ります。実はね、これから行くとこはね、私知ってるとこなんですけどね、お寿司屋さんなんですけどね、100年以上続いてるんですよ。で、なんとその店はですね、トロの発祥地と呼ばれてるとこなんですよ。こっちなんですよ。ビル街の谷間に佇む吉野寿司本店は明治12年創業、126年の歴史を誇る江戸前寿司の老舗。ごめんください。あ、どうも、お待たせしました。お久しぶりの。どうも、どうもいらっしゃいます。この店でトロが生まれたということですが、そのいわれとは。ここはトロの発祥の地だって。まあ、うちのお客様がね、お客様が、そのマグロの、部分を、トロというふうな名前をつけたと。でその方が、仲間でこう来たら、なんか考えたらアブだとか、そこんとこだとか、そこで言うんじゃなくて、なんかねえかって言ったら、どうだお前、口の中入れるとトロッとつくから、トロに統一しようよなんつって、それでトロという名が命名されたということです。一石でした。店の看板のトロを握るのは5代目の若旦那正俊さん。今や素材の仕入れや目利きも任されています。マグロは築地にある20年来の付き合いの店で仕入れています。父から受け継いだ確かな目、厳しい注文が飛びます。赤身、赤身と赤身ともらった方がいいかな。はい、別々に持ってって、そのまま別々のような形で、はいはい。この日の品は青森県大間の天然本マグロ。脂の乗ったトロ、締まった赤身、老舗だからこそ手に入る極上品です。やっぱり変なものは出せない、まあ、そこはこちらもちょっと意地になって握る指使いも華麗に。待ちかねた本マグロの大トロがいよいよ仕上がります。はい、お待ちどうぞ。はい、もう見るだけで綺麗ですね。大間の天然本マグロの大トロ1個1050円。もうね、すごい脂が、はい、うめ、うん、これもう本当にとろけちゃう。ご主人、そうでしょ、甘いですね、この脂が、うん、ね、こちらやっぱじゃあ煮切りもね、ちょうどいい。トロの甘みを一層引き立てるのがこの煮切り醤油。江戸前の握りに醤油だけつけるのは野暮というもの。吉野寿司の煮切り醤油はみりんと醤油だけですが、その割合は門外不出。沸騰させてみりんのアルコールと油、醤油の尖った塩辛さを飛ばし、みりんの甘み、醤油のうまみのバランスを絶妙に仕上げます。魚の目利き、煮切りの技と細かく目配りされた老舗のこだわりが現代に息づく味へとつながるのです。おいしい。最後のね、一つのね、おいしいトロ、もう本当に極まったって感じ。そうでしょ。他にも筋目、焼き、巻きと代々受け継がれていく匠の技、そしてそこから生まれる変わらない味。極上の江戸前握り、これで一人前2100円。本当の老舗は変わらず愛され続ける。たとえビルの谷間にあろうとも、それが東京の下町かたぎってものなんですね。村野さん。